こんばんは、岩立ですえ。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらです。森会長発言、東京オリンピックパラリンピック大会、ボランティア、約390人が辞退。NHK のニュースなんですねで。今日これ取り上げてみたいと思うんですけれども、皆さんどうお考えですかねこの森会長発言っていうのはあの、女性が参加すると会議が長くなる、うんぬんのやつですね。で、まあこれ非常に長いえ挨拶の中の、まあ、部分なんですけれども、 私自身もこれ見てですね、私は、いろんな考え方の方いらっしゃるでしょうけれども、私は自分自身の体験から申し上げてですね、女性が参加している会議の方が、女性の、ね、発言が長いということを感じたことがないということは前に申し上げた通りで、私はこの点について、この森会長とは意見を異なるということをはっきりと申し上げたというふうに思います。ですからね、まあ、この森会長に対して批判の声が上がったというのは、ある程度まで私は理解できるわけです。しかしですね、 これもう、ご本人も謝罪してるわけですよね。で、撤回して謝罪してるわけですけれども、それでもまたですね、このなんか、ずっとこの問題が、えー、繰り返し繰り返しですね、この、面白おかしくね、発言されて、ひどいのになるとですね、なん、なんか、えー、 粗大ゴミのゴミのシールを買っていって、それを森会長にペタッとつけてあげるとかね、わけわかんないことまでね、言って、もうね、森、なんかこの一種のね、いじめみたいな状態になってて、もう今だったらですね、普通の人にそんなこと言ったら許されないということが、森会長だったらもう言っていいんだというようなね、雰囲気になって、一斉にね、グワーッとこうなっていく。これね、私は良くないというふうにいつも思ってるんですけど、 あの、お隣の国のね、反日種族主義ってのと似てますよね。もう日本叩くんだっていうふうに決めたら、もうあとはどうでもいいんだと。わーっと叩くという。 で、森会長叩くんだって決めたら、もうダーッと叩くということでね。で、後になってね、はたと考えてみると、あれは、あの、女性蔑視発言だったと言っている一方でですね、これは森会長のですね、人権侵害発言ではないのかと、いうようなね、ことすらね、こう、そう醍醐味云々ぬっていうのはね、えい,い、あの、言い過ぎじゃないかと、私は考えます。 で、今度はですね、森会長がこういう発言をしたがゆえにですね、東京オリンピック・パラリンピックのボランティア、約390人が辞退したんだということを言っています。で、どういうことかというと、ちょっと、これは NHK のですけどね。まあ、これ NHK だけじゃなくて、朝日も毎日もいろんなところで流してますよ。読んでみましょう。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会は、森会長の女性別詞と取れる発言の後、大会ボランティアおよそ390人が参加を辞退したことを明らかにしました。これ見るとですね、 大会ボランティアをおよそ8万人採用してますが、組織委員会によりますと、森会長が発言を撤回した2月4日から8日正午までの間に、大会ボランティア約400人ですね、390人が参加を辞退したということです。8万人のうちの390人が辞退したということです。 組織委員会は大会の上に支障はないとしていますが、ボランティアに対してお詫びのメッセージを出していて、えー、不愉快な思いをされた皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。えー、と、など、う々ぬということでですね、強力に理解を求めているというんですけれども。 で、ここまでですね、お詫びを申し上げて、本人も撤回、謝罪して撤回して、で、この組織委員会でもやったと。これ、私はね、あの、失言というものをね、これ出てくるという時にですね、まあ、それはね、もちろんいろんな状況の中であり得ますけれども、それだけをですね、ずっと必要にね、取り上げ続けるっていうのは、私はね、いささかね、不健全なものを感じます。で、さらにですね、同じ期間に、えー 組織委員会のコールセンターには抗議の電話とメールがおよそ4000件寄せられ、聖火リレーはお笑いコンビ、ロンドンブーツ1号2号の、えー、田村さんを含め2人が辞退したということです。ロンドンブーツ1号2号。私はよく知りませんけれども、なんか有名なお笑いのコンビなんでしょうかね。で、えー、この人たちは辞めたということですね。で、 今回はですね、組織委員会はこれまで大会が延期された際でも自退者の数は公表してきませんでしたが、今回は東京都などが採用している都市ボランティアにも自退者が出るなどの影響を考慮し、はい、公表したということです。ということで、じゃあ都市ボランティアっていうのはですね、どれぐらい減ったのかというのを見てますとね、5つの自治体で、東京都53人、埼玉4人、千葉3人、静岡2名、神奈川1名の人たちが森会長の発言を理由に自退したいと。 こういうことがですね、えー、あった。で、東京都のですね、この53名というのはですね、都市ボランティアは4万人以上が活動する予定だそうですね。で、それのうちの53人。 果たしてですね、これはね、そこまでニュースにする価値がある内容なのかということを私まず第一に問うてみたいというふうに思います。で、390人がこの辞退したと言うんですけれども、これ本当にですね、全員が全員森会長の発言を理由にですね、やめてるのか。そしてですね、その口にしているのは森会長だというふうにしてもですね、それ本当なんでしょうかね。私は、これは極めて疑問に思います。例えばですよ、今の現時点で言うならば、 コロナが収まってないじゃないかと。そんなところにですね、オリンピックにもしやるとしたら密になってしまって、ちょっと嫌だなと。えー、わざわざですね、その、えー、仕事でもないのに、そのボランティアで行って密な状況の中でですね、やるとすると自分はちょっと、あの、年も年だしやめとこうかなとかですね、いろんなことを考える人いると思うんですよね。で、そういった人たちの自退者もいるだろうにですね、で、もしかしたらその人たちもですね、なんでやめたんですかって聞かれたら、いや、 森会長ので読みましたっていうけど、本当はそうなのかなという気もしなくもないんですが、あの、いろんな理由があると思うんですね、人間にとっては。 で、それをですね、全部、この森会長がやってるから、ここの、ボランティアまで減ってとんでもないというふうにね、一人をですね、こう、なんていうのかな、悪魔化するっていうね、こういうっていうのは私はね、やり方っていうのはよろしくないと思います。私は何度も申し上げてますけれども、森会長と,と言ったらですね、私が第一に思い出すのはですね、プーチン大統領と、その、まず森さんのですね、個人的な関係が非常にあって、で、それはどうしてあるかっていうと、まあ、それはもう、 外交でもね、やっぱ気が合う気が合わない人間関係ですからね。で、その時に、前も申し上げましたけれども、シベリアに行った時にですね、えー、そのコートを着ないと。で、手袋もしないと。マフラーもしないと。どうしてだというふうにプーチン大統領が聞いて寒くないのかというふうに聞いたら、いや、ここの地でね、我々の先祖が亡くなっていると。で、これは上や寒さによって亡くなったんだと。だから自分だけは高い思いをすることはできないと。 いうふうに言ったら、プーチン大統領が逆にですね、コートを脱いだと,という話があって、私はこれがね、やっぱこう,こういう、うん、そういうお人柄があったからね、やっぱり総理にまでなれたんだろうというふうに思います。えー ただね、失言ばっかりしてる変なおじさんというような扱いっていうのはね、私はこれは失礼だと思います。もちろんですね、発言についてそれを批判することはあっていいんですよ。だけれども、全人格を否定してですね、この人を叩くんだったら何言っても構わないというような言い方のやり方は良くないというふうに思います。それからもう一つ思い出すのはですね、 えー、私の尊敬するですね、台湾の李登輝元総統がお亡くなりになった時にですね、日本を代表してですね、森元総理がこう行かれましたね、台湾まで,で。これは私は立派なことだったと思います。これはまあ中国の問題とかですね、いろいろある中で、 で、しかも、この、え、元総理という立場にある方が行くということは、これ、しかもご高齢ですからね。しかも、健康状態は、それほどですね、良くないというふうに伺ってますけれども、そういった病をしてでも、台湾と尽力されてきた、元日本人であるですね、李登輝総統に敬意を表したいと。で、潮意を表したいということで行かれた。これも立派なことだというふうに思います。 ですから、えー、全人格を否定するようなね、えー、ことっていうのは私はやるべきではないというふうに思いますし、ましてやですね、その何もね、内容もよく知らんような人たちがですね、茶化してね、えー、その粗大ごみだとかね、何やかんやと言ってるのは、これはもう本当にね、人権侵害だと私は思います。で、そういった中でですね、今度はね、人数が少なくなったら、これも全部森総理のせいだと。だから何かあったら全部森総理のせいだと。おまあこういう発言というのは私はあってはならないと。さらにですね、 こうやって辞退をね、した人がいて、これ森会長のせいで辞退したんだと。いう、この理屈が通ったとするならば、ボランティアをしている人っていうのは、じゃあ残りのボランティアをしている人っていうのは、森会長の発言をね、まるでね、じゃあ指示してるからね、ボランティアを続けてるんだというようにね、受け取られますけど、もしそんなことになったらですよ、大変なことになりますよ。なぜかと言ったらですね、そうしたら、 オリンピックに参加する選手っていうのはですね、全員がその森会長の発言を是としてるからこれ大会に出てるんだと。ね、この人、何ですか田村さんって言うんですか聖火リレーのですね、抗議を込めて辞退したっていうなら、オリンピックの選手もですね、森会長の発言を是としない人はですね、抗議の意を込めて出場を辞退すると。 こういう選手が望ましいというふうにするなら、これはね、もう本当にね、でたらめな極みだと私は思いますね。で、こういうね、なんか、あの、な何か知らないけれども、そうやってですね、抗議の意を込めて辞退すると。 いうのをですね、まるでね、こう栄養士するような扱いっていうのは私はあこれ良くないというふうに思います。別にこの方が辞めるのは別に結構ですよ、個人の自由なんだからそれは。だけれども、それをですね、なんかみんながこの来賛して、あの人やっぱりすごいと、聖火リレーなんてね、あんなあのすごいことをもう辞退したと。 ああいう素晴らしいと、ああいう風になったらですね、オリンピック出てる人はどうなっちゃうんですか出てる人っていうのは素晴らしくないんですかこの中でですね、オリンピックに私は森会長である限りですね、オリンピックに参加しませんという選手が出たら素晴らしいという風になるんでしょうかね。そんなことをね、えー、言っているんならね、じゃあですよ。 今までですね、私は、私もこれね、あ前もね、反対してましたけれども、え中国でですね、人権弾圧をしている中国でオリンピックを開催するっていうこと。これ私は反対した方がいいと、今でも考えてますけれども、でもね、それでもし、もし万が一ですね、開催されるということになったとき、そこにね、参加する選手を私は攻撃するつもりはないですよ。避難するつもりもない。もうそもそも国家としてですね、この、そういったところでね、人権がこれだけ弾圧されている状況の中に、 いてオリンピックをするなんていうことが許されないという立場に立つべきだと私は思いますね。森会長のがです、ね、女性蔑視の発言であると仮にした,したとしましょう。じゃあ今中国でやってるですね、えー、ウイグルに対するジェノサイド行為、これは人権侵害の極みじゃないですか。で、この人権侵害の、ね、極みであるところをね、そこで行うオリンピックについては何も言わないで。 で、こちらの森会長の発言には、文句を言うと、批判をすると。これはね、私はね、典型的なダブルスタンダードだと、私は思います。私の立場はですね、簡単ですよ。森会長の発言は、私は、ゼットしないという立場。でも、それはですね、別に、女性をですね、こう、差別しろと実践してるわけではないですよね。で、それをですね、あこのやあの発言したということと、 中国が今ですね、ウイグルでやっている100万人規模と言われるですね、洗脳だったりですね、えー、そういったこと、あるいはチベットに対することなんかをですね、きちんと調べてみたらですね、とてもですね、この人権がですね、守られているということは言える状況にない。これは国際社会においてでもうほぼ常識になりつつあると私は思いますけれども。だってですね、トランプ政権、 だけでなくてですよ。あその、バイデン政権でもですね、この人権問題について、えー、こう厳しくですね、えー、批判する。バイデン政権になったからなんてね、前の政権はね、何にもね、その、えー、人権に興味はなかった。だけど、今の政権になってからね、人権に興味を持つようになったなんて、デタラメな解説する人いますけれども、これははっきり言ってデタラメですからね。もう前の政権も、今の政権も、 中国の人権弾圧に対しては抗議をして強くですね、ジェノサイドとまで言ってですね、抗議してるわけですから。で、それを考えてみると、そういったところでですね、オリンピックするということにはいかないと。私もこれはわかりますね。だけど、この森会長の一言でですね、じゃあ日本にオリンピックの資格がないのかとかですね、考えたら、それはね、そうとは言えないだろうと、私は考えます。で で女性蔑視っていうふうにあおっしゃいますけれども、まあ確かにその発言、あの発言だけ見たらそういうふうに見えるけど、世の中にはですね、別にそれがいいって言ってるわけじゃないですよ。で、その発言をゼットするわけじゃないけれども、例えばですね、あの、我々が考えている以上のですね、女性の人権が侵害されている国家っていうのはもう山ほどあるわけですね。で、そういった国家の状況について見ないでですね、我が国のこの一部のですね、ことだけをね、取り上げるっていうのは、私はアンフェアだろうと。 いうふうに思います。森会長の発言を批判するのは結構だけれども、もっと視野を世界にも広く向けてですね、ご覧いただきたい。そしてですね、この、なんていうのかな、一言をもってですね、東京オリンピック全てがいけないんだみたいな、しかもそれは全部森さん、あなたのせいだ、みたいなね、こういう、なんていうのかな、 あの、一人に全部罪を押し付けるっていうね、やり方は私は良くないというふうに思います。もちろん、ご自身の発言について責任を取るということで、何かの形でされるというのは、それは結構なんですよ。でもそれは、ご自身が決めることであり、また周りの人間と相談の中で決めることで、それはいいんです。だけれどもですね、やめ、 この人を辞めないんだったら、もうこっちが辞めてやるというね、なんかね、非常にこう、なんていうのか、喧嘩越しな態度でですね、やっていくっていうのは私はあんまり望ましいことではないというふうに思います。むしろですね、今見ていると、当初の情勢からですね、ずっと見ているとですね、今やもう森総理であるならば、森元総理であるならば、叩いても誰にも叩かれないと。 よし、こいつは一緒に叩いておけ、みたいなね。水に落ちた犬は叩け、みたいなね。こういう状況になっていて、私はね、見苦しいというふうに思います。ですから、私は別に発言を断固支持するとか、そういったことではないんですけれども、過度な森バッシングというものに対しては反対したいというふうに思います。東京オリンピック、私はですね、これ、この森発言云々よりもですね、 コロナの問題の方がずっと大きな問題で、本当に開催できるのかなと疑問に思っている一人なんですね。だからこれを何が何でも開催するんだとかですね。あの、開催しないなんていう選択肢はありえないとかですね。そういうことを言ってる話を聞くとですね、本当に大丈夫なのかなと。あるいは日本はそういうつもりでやっても世界はそれで納得するのかなとかいろいろ考えるので、むしろですね、そっちのことをですね、真面目に考えていただきたいなというふうに思うんですね。 何としても開催するって、何があっても開催するっていうのはね、私はやめた方がいいと思います。やはり、その、なんていうか、この情勢を見ながらですね、できないときはできない。だって、これは別に日本の責任じゃないですから、これ世界の中でこういう状況に生まれてしまったのは、これだけの状況に生まれて。で、それでですね、またオリンピックをやることによって、 その病がですね、また一斉にですね、こう、流行するなんてことになった方が、私は大変な事態になると思いますので、そこの部分はですね、本当に検討をしっかりしていただいてですね。 もし仮に病が治まるのであるならば、東京でオリンピックを盛大に開催してほしいと、このように願います。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、鍵の振り込み講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。えー、こんにちは、えー。今日はですね、ちょっと宣伝をさせてください。えー、実はですね、2月20日15時からオンラインで指導者論と、 おいうことで、第2回で、マーガレット・サッチャーについてですね、取り上げてみたいと思います。本来であるならばですね、東京、大阪、名古屋、大きな都市でですね、講演会をやっていきたいというふうに考えて、いろいろ計画してたんですけれども、残念ながら今回のですね、このパンデミックということで、対面で講演をすることがなかなか難しいということで、まあ、苦肉の策としてですね、オンラインでの講演会を企画させていただきました。 で2月20日15時からオンラインのみです。でこれはですね岩田篤大学にご入学いただいている方、あるいはですねサポーターでマスターになってグランドマスターの方々には無料でご覧いただくことができるようになっております。ぜひですねサッチャーさんって一体どんな人ということで今、ですねなんか女性別視とかいろんなことになってますけど私がですね最も尊敬する一人の政治家の一人はですね女性のこのサッチャーさんなんですね。今 この危機のですね、時代にこそですね、こういった強いリーダーシップが求められると。そしてまたですね、香港の問題についてもですね、ちょっとサッチャー論の中でですね、触れてみたいなというふうに考えております。えー 予習はしなくて結構です。ぜひですね、楽しみながらご覧いただけたら幸いです。それでは、下にですね、このリンクを貼っておきますので、ptax というところから一般の方はですね、ご参加いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。